希代の奇術師フーディーン。その危険で大胆な脱出マジックは多くの人を魅了した。ということですが、この都市伝説、上田さんいかがですかね。まあ私は今の都市伝説をインチキだと思ってます。このように科学で実証できない現象なんてありませんから、皆さんどーんと来い。ありがとうございました。どうもありがとう。ありがとう。いやー上田先生、本日の話大変感動いたしました。それはどうも。よかったら今度私のなぜベストを尽くせないの新作が、実は私こういうものなんですが。松陰寺商事。はい、あちらが上司の松田です。悪くなくなくないだろう。実は先生にご相談したいことがございまして。我々松陰寺商事はある場所にテーマパークの建設を企画しているんですけれども、そこに住んでいる部族がなかなか立ち退いてくれなくて、しかも建設をやめなければ我々を呪い殺すと言ってるんです。事実なんてもんは本人が信じるかどうか単なる自己暗示です。ですが先生、私が前その村を訪れた時にその呪術師にあと1ヶ月以内で死んでしまうと呪いをかけられてしまったんです。そしてその期日は今日なのです。安心してください、あなたが信じさえしなければ何も起こりません。松田さん、何度いたのか。そういえば見たぞこの間のテレビ。なんだっけ、ゲークマ人丸必ずドッキリ玉座。まあそんなことはどうでもいいんだ。なに、ちょうど海外旅行に行こうと思ってな。ああ、お前どうせ海外とか初めてだろ。行くか。まったく、何が実家まで迎えに来いだ。ちょっとテレビ出てくれに調子乗りやがって。あ、どうも母さん、直子さんいらっしゃいますか。何、迎えに来いと言われたもんで。そうだ、わかりました。ありがとうございます。おお、ここが蒙古村ですか。じゃあ早速呪術師。待ってください、東京の刑事が2人すでに来ているそうです。おお先生、親子だ。もう何してんこんなとこで。ケールのビーガンタコライス、エビ天モリスは山田孝之。ここは、いつの間にか眠らされていたのか。クソ、確かに私は海外旅行へ行くと言っては呪術師と戦わないと言った覚えはない。帰りたければ一人で帰るがいい。この人食い熊のいる森の中を通ってな。うわ、そこまでだ。お前たちのやってることは東西南北赤道直下天地無用、一つ残らず宇宙の果てまで全部お見通しだ。決まった。
あなたが呪術と歌っていたものはこの辺の植物や虫を使って薬を作り、それを処方していたに過ぎない。我々が突然眠ってしまったのは、松本さん、全てあなたが仕組んだものだ。先生の言う通りです。全て私が仕組んだことです。科学技術の権威である先生をここに招いて、この呪術を認めさせれば、ここのテーマパーク建設もきっと諦める。そう思ってお呼びしました。やっぱりな、俺が予想していたのと全く一緒だ。